こんばんは、しげるです。今日は10月12日月曜日、また週が始まりましたね。僕は大丈夫です。みんなは大丈夫ですよね。大丈夫ですよね。分かってますよ、大丈夫だって。大丈夫なのは分かってます。僕も大丈夫、本当によかった。また会えましたね。昨日の動画はすいません、風の音ばっかりでね、オープニングとこう通常のところの分かれ目でね、音量の差が激しかったと思います。全然聞こえなかったと思います。声が小さくてすいません、ごめんなさい。でも大丈夫、大丈夫、大丈夫なんです。分かってるんです、大丈夫ってことは。ちょっとずつ気づいてるでしょ、自分でも大丈夫だって。僕は分かってますよ、大丈夫って。本当に大丈夫だから。毎日言いますからね、毎日。もう欠かさないですよ、もう欠かさない。絶対に。寝るなんて本当に信じられない、ごめんなさい。毎日言い続けますからね。ゴールは決めてないですよ、もうずっとですよ。本当に今僕は40歳ですけどね、いやできれば本当60歳になっても言っていたい。もうちょっとずつね、こう振り返るとどん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 老けていくね姿をまあ見せる形になるかもしれないけど、でも少しでも、伝えたい、伝わってほしい、これが僕にできる精一杯かなと思います。なので毎日毎日これからもずっと大丈夫って言い続けますよ。その自分との戦いとかではないです、あくまで見てる人に大丈夫だよって、その気持ちを伝えたい。大丈夫だって、だって大丈夫だからね、大丈夫なんだよって本当に分かってる、大丈夫だからね、本当に本当に大丈夫だから、大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫だから。大丈夫じゃん、よかったよかった。まあ明日もね、仕事ある人もいるだろうしね、まあちょっと面倒くさいなとか思ってる人もいるかもしれないけどね、大丈夫だから。僕もね、毎日ね口に出してますから、自分にも言ってる、大丈夫だよって。なんかちょっとね、こう、って思う時とかね、イライラっていうね、イライラする時あるでしょ。そういう時にね、いかんいかんと思って、大丈夫だよって、大丈夫だよ、自分にも言ってる。だからみんなも自分に言ってください、大丈夫だよって、自分にね。そして人にも言ってあげてほしいな。まあ軽い気持ちで言うのはちょっとあれだけど、ちゃんとね、ちゃんとなんか悩んでる人がいたら助けてあげてほしいよね。みんなはできる、どっちかというとみんなにそうなってほしいよね。人にね言ってあげられる人になってほしいですね。僕ももちろんこうやって
まあカメラ越しだからね、直接言う機会っていうのは、まあ職場の人ぐらいしかないけど、大丈夫だよって自分にも言って、人にも言ってあげて、うん、よくない？すごいいいと思うんだよね、うん、簡単なことなんだよ、簡単なこと、本当に、うん、なんかそういうのでね、そういうきっかけでなんか、うん、苦手な人とかともね、実はめちゃくちゃ仲良くなれたりとかもする可能性もあるしね、うん、それはすごくあると思う、うん、まあまあなんかいろいろ脱線しましたけど大丈夫なんで、ええ、でも言い続けます、毎日毎日言い続けます、なのでまた明日よろしくお願いします。滑舌もね、あんまり良くないんですよ。よろしくお願いいたします。また明日も会いましょう。明日もね、明後日もずっと。それでは、今日はありがとうございました。また明日。バイバイ。おやすみなさい。